はい、明日はですね、2001年度の長者番付が発表されるんですが、皆さんはこの人をご存知でしょうか。これ斉藤さんなんですけども、ビトリンってどんな人ですか。そうですね、まあ、一言で言えば、日本で一番税金を納めてる変な人、納めたがってる変な人ですかね。明日はいよいよ恒例の長者番付発表の日。毎年有名な人たちが名を連ねる中、コンスタントに登場しているにもかかわらず、ほとんど正体のわからない謎の人物がいるのです。その人の名は斉藤ひとりさん、53歳。噂では相当変わった人らしいのです。とにかくそんな斉藤さんに一度でいいから会ってみたい。実は斉藤ひとりさん、自然化粧品の販売を営む個人商店の代表で、住居はもちろん、その素顔は全くの謎。しかもほとんどマスコミの取材は受けてくれないのです。そこで情報通取材班は、なんとかご本人と接触すべく、まずは斉藤さん探しからスタート。本社のある江戸川区へと向かいました。斉藤さん、斉藤さん、あ、今どうして斉藤さんって分かったんですか。いや、もうシーズンだから。あ、シーズン、何のシーズンですか。番付の発表のシーズンだから。やっぱり、あ、一人マークがあります。あ、開いた。あ、すいません、斉藤さんはいらっしゃいますか。残念ながらいないんでしょ、あ、いないんですか。どこに行ってるんでしょうか。ちょっとわかんないんですよ。あ、わかりませんか。はい、そっか、なかなかこちらには見えないんですか。ほとんど来ないんですよね。年にせいぜい1回か2回来るか来ないかですね。なんと年に一度しか顔を出さないらしい。斉藤さん行きつけの定食屋さんだということなんですが、こちらによく来るということなんですね。ちょっと中でお話伺ってみましょう。斉藤さん探してるんですよ。あら、でよくこちらに来るって聞いたんですけど、はい、本当ですか。はい、来ます。月に 2,3 回見えます。何をよく注文するんですか。そうですね、メンチとかサンマの開きが、あ、最近はなんか揚げ物あんまり食べないから、サンマの開きが多いですね。斉藤さんはサンマの開き定食が好物らしい。こちらに斉藤さんがよく来るって聞いたんですが、本当ですか。本当です、ね、よくなんか読んでた本なんてあったというふうに聞いてますか。あ、昔読んだ、そう、あの、老子、孔子、孟子っていうのを、中学卒業するまでに1000回同じ本を読んだっていう。何回ですか。1000回。1000回ずつ読んだって。中学までに孔子、孟子、老子を1000回読んだらしい。おまたさんです。はい。その人はもう、親しいわけですか、斉藤さんと。ね、もう、子供の頃から。じゃあ、お付き合いですか。その人に会えば、はい、斉藤さんと会えるかもしれない。かもしれない。あ、すいません。日本テレビの情報通と申します。はい、尾形さんでいらっしゃいますか。はい、あ、一年中ぐるぐる日本中旅されてる方なんで。え、だって社長じゃないんですか。社長ではないんですよね。あ、社長じゃないんですか。社長じゃないんですよ。え、何やってる人なんですか。斉藤さんは斉藤さんの、まあ、個人という形で、まあ、商品の開発とかをなさってるわけなんですけど。そうなのです。斉藤さんは毎年何十億という売り上げを出しながら、いまだに会社組織にせず個人経営を続けているのです。一体何のため。今頑張っていただいております。もし下がってもですね、ちょっとやり取りを、まあ、聞かれたくないということでですね、我々ちょっと部屋の外に出されています。まあ、それだけなんか厳重といいますか、ますますこう斉藤ひとりさんってどんな人なんだろうなというふうに思ってきますよね。翌日、尾又さんの仲介で斉藤ひとりさんの声が吹き込まれた MD が番組に到着。その内容とは。ミネさん、アサギさん、こんにちは。私が斉藤ひとりです。私はカメラが苦手なんで、録音で勘弁してください。このテープでは謎が謎のままで終わってしまう。取材班は再度尾又さんに連絡を取り、なんとか本人に会わせてほしいと頼み込んだのです。まあ我々、まあ次回ちょっと交渉させていただくことってできないでしょうかね。そうですね。まあ直接言ってもかなり難しいとは思うんですが。そうですか。ちょっと、まあなんとかですね、直接行かせていただいて交渉できればなと思うんですが。ちょっと定かではないんですけど、ちょっと止まるんじゃないかなと。というわけで、ここからはできるだけ斉藤さんを刺激しないよう、ディレクター一人が現地へ急行。果たしてその熱意は伝わるのか。はい、いらっしゃいませ。すいません、こちらに斉藤ひとりさんという方はお泊まりでしょうか。
ご利用いただいております。斉藤さんがいた。ついに謎の人物斉藤ひとりさんに会える。しかし果たして取材には応じてくれるのでしょうか。期待と不安が交錯します。すいません、斉藤さんでしょうか。交渉すること丸1日、ついに斉藤ひとりさんが取材に応じてくれた。おい、これからじゃないか。振り向かせないと。ちょっと恵子、どうしてそんなにスリムになったの？自分だけの秘密にするなんて卑怯よ。私たちにも教えなさいよ。どうしてスリムになったか教えなさいよ。いやーね、済ましちゃって。ちょっとスリムだからって。ふんふん、スリムが何よ、スリムが何よ、スリムが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 ドカーン。ドカンドカンスリムドカン。お問い合わせはフリーダイヤルハロー色白、今取扱店募集中。いやー、なかなかですね、うん、テレビに出てくださる方ではないんで、うん、非常に難航したんですね、うん、でも粘った結果、うん、まあ、ようやくインタビュー取ることができました。できた。まあそれは後ほど見ていただくことにしまして、うん、まずはですね、こちらをご覧ください、斉藤ひとりさん、はい、略歴ですね、うん、1948年七人兄弟のですね末っ子として誕生、現在53歳です、うん、そして63年中学卒業、うん、で71年ですね、23歳で日本漢方研究所設立、うん、現在のですね銀座、マルキン、あ、ごめんなさい、その間随分、そうですね、どうしたの、ごめんなさい、そして、93年そこまで、あ、ここですね、空白があるんで、そこまで出てくるんですか、全然わかんないんです。え、謎なんですよ、本当に。あ、謎です。また知らなかったですね。それ以上のことが出てこなかったと言っても過言じゃないほど、やっぱり謎に包まれた方なんですね。うん、はい。で、93年に、初登場、番付、うん、良い出登場以来、これまでずーっと番付に入ってるんですね。で、こちらが納税番付の過去5年間なんですけども、すごい額ですね、これ。96年から、まあ、2000年5年間ですね、3位、1位、3位、5位、9位。うん、もうずっと10位内、そして10億円、33億、17、12、10と、うん、まあ、この時に1位になってるんですけどもね。その時にね、すごく騒がれたんですよね。そうなんですよ。でですね、はい、こちら、納税額、ごめんなさい、総合ランキングというのがありまして、うん、これはですね、うん、まあ、過去に、まあ、100位以内にランキングされた時にですね、うんうん、まあ、その集計額が、これなんです。わかりますか？1位は、で現在1位がですね、うん、大正製薬会長の上原さん、うん、そして2位につけてるのが斉藤さん、うん、でその額がですね、たったの13億円なんですね、うん、もう少しでこの上原さんを抜くんじゃないかというところです、うん、それで日本一を目指している、この納税額総合ランキングの日本一をこの斉藤さんは目指しているというところです、ね、うん、今までこんなにどうだったの、いやー、もう大したもんしかね、言いようがないですね、はい、そこで、はい、でですね、まあ、いろいろとどんな人なんだかいろいろ聞かないじゃないですか。いいから引っ張らないで。そうですね。誰も見てないんだから。聞いてきましたんで、ご覧ください。税金っていうのは、嫌でも取られるんです。よく税金を払うのが夢っていうのは珍しいですねって言うけど、払わなくていいなら誰も払いたくないと思うんです。でも、払わなきゃいけないんです。で、どうせいけないんだとすると、何かこうゲームかなんかにしてしまって、どうせ取られるんだったら日本一になった方がいいねっていうことで、日本一目指そうっていうことですから、やってみると楽しいんです。これあ、もうちょっとだねとかみんなで言いながら、もうちょっとで日本一だねとか。日本の場合はアメリカなんか行くと、優秀な人ほど学校でも優秀な人とか、そういう優秀な人が将来何になりたいですかって言うと、ビジネスマンになりたい、ビジネスの方へ行きたがるんだけど、日本の場合は優秀な人ほど官僚になりたいとか政治家になりたい、使う側へ回って納める側の方に回ろうとしないっていうところがちょっとおかしいんじゃないかなと。今お金持ってるのはお年寄りなんです。そのお年寄りに、例えば、今年と来年にかけて子供に家作ってあげても無税ですよ、贈与税かけませんよって言ったら、みんな家でも何でも作るんです。家建てた人に限っては車買っても何しても消費税いりませんよって言ったら、たちまち
国はそれを決めただけでお金なんか本当にぐる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 回し出すんです。まずね、第一にすぐ退屈しちゃうから事務所とかにいられないんです。で、動いてないとダメなんです。それともう一つ、お客さんっていうのは事務所の中にいないんです。必ず事務所の外にいるんです。で、お客さんをいつも見てたり直にそういう人たちに触れてないと勘が鈍っちゃうんです。だからほとんどの仕事は車の中でするし、歩いてするし、だから地方行った時の人の顔の肌の色見たり、いろんなものを見てると、その人たちが本当に欲しがってるものがわかるんです。はあ、確かに納得させられることばかりです。ねえ、国税庁が泣いて喜びそうなことなんで払う側に回ろうとしてるんだ。なんかこう発想が、まあ、なんか我々と全然違うところにあるというね、これも素晴らしいなという感じはするんですけどね。すいませんね、首から下でね、うん、本当に顔見せできればそうなのよ、ね、先ほどですね、銀座マルカンって僕会社言いたかったんですが、すいません、マルキンって言ってしまいました。マルカン、マルカンですか、どんな感じの方なんですか。顔はですね、おひげを生やされてですね、まあ、短めのオールバックで、まあ、それほど太ってはいないんですけど、やはりこう、まあ、堂々とされた方ですね。で、ディレクターが実際取材を言ってるんですけど、僕は写真とかいろいろ見せていただいてですね、まあ、非常に、あ、やっぱり金持ちなんだなって印象を受けましたね。我々名前2人呼ばれた時の光栄だよね。なんかそれだけ急についたよ。ありがとうございます。これは早くなっちゃいますよね。さあ、そして、なんか、さっき名刺がありましたけども、当然ああいうものはもらってきてるんでしょうね。で、我々名前呼ばれたんで、あ、二人の。先ほど金色の名刺ですね。そう、金色ってあれは何、ちゃんと家にも神棚にちゃんと飾ってます。いや、嘘、冗談です。いや、本当にこれ、本当に営業はですね、いただいて、ごめんなさい、こちらのですね、24期の斎藤ひとりさん。ちょっと待って、脳性学ランキング1位の時に記念作って、まあ名刺代わりでもあるんですね。名刺代わり、名刺代わり。大丈夫ですか。これじゃあ、斎藤ひとりさんの純金の名刺です。純金の名刺ね。ちょっとケイちゃん、何やこれ。いいじゃないですか、ちょっとぐらい。うわ、あ、まぶしい。こうなってる。で、こうなってる。もう金持ち札。うわ、どうぞどうぞ。いやいや、こうペンダントにしてぶら下げていきたいですね、これ。いや、社員の人はですね、首からぶら下げてましたね。なんか動画機がいろいろついてるんですね。これなんて書いてますか。これ、斎藤ひとりさんは日本で一番金運に恵まれた人です。納税金額日本一、まさにお金が向こうからやってくるという感じ。これはなんかご利益あるんですかね、なんかね、人に見せびらかせば見せびらかすほど金運がますます強くなる。見せられた人にも金運をもたらす。では、テレビの前の皆さん。ご利益、ご利益、ご利益、ご利益。ねえ。いや、これはいいわ。元に人に見せましょう。素晴らしいよ、これ。アイデアの溢れた、さすがに商売、ね、お上手だけあって。発想を変換すると、違う考え方でなんか世の中を見られたりして、ある意味で面白いって面白いね。そうなんですよ。やっぱり努力もあるんですね、きっとね。不況でね、税収がどんどん落ちてますから、国税庁はこういう方を表彰しないといけないんですか。そうですよね。子供の成績が上がったとか、娘が玉の腰に乗ったなんて書いてあるんですよ、これ。ありがとうございます。少しの間にご覧になってください。さあ、それなんですけども。